マンゴー。マンゴー、モーカ、ボーカ、学名、マンジェファー・インディカは、ウルシカマンゴー族の果樹、またその果実、アンラ、アンマラとも言う。マンゴーの栽培は古く、紀元前のインドで始まっており、仏教では、聖なる木とされ、ヒンドゥー教では、マンゴーは万物を支配する神、プラジャーパーティの化身とされている。日本語のマンゴーは、英語のマンゴーから、 さらには、ポルトガル語の漫画、マレー語、現代マレーシア語、インドネシア語でも、同じの漫画、タミル語の漫形から伝わった。漢字表記の、ボーカ、現代中国語でマングオは、マレー語の漫画もしくは他の東南アジアの言語からの、直接の音社である。仏典のアンラ、イオリラ、アンマラ、イオリボツラなどは、サンスクリットのアマラ、アームラの音社である。ただし、 同じ、ウルシカのアムラ卵の木を意味するアマラ、アムラと混同が見られる。原産地はインドからインドシナ半島周辺と推定されている。そのうち、タムハイセイ、一つの種から一個体繁殖するの種類は、インドのアッサム地方からチッタゴン高原、ミャンマー国境付近あたりと考えられ、多ハイセイ、一つの種から複数の個体が繁殖するの種類は、 マレー半島あたりと考えられている。インドでは4000年以上前から栽培が始まっており、仏教の経典にもその名が見られる。現在では500以上の品種が栽培されている。インドメキシコフィリピン対オーストラリア、台湾が主な生産国で、日本では沖縄県、宮崎県、鹿児島県、和歌山県、熊本県で主に栽培されている。マンゴーの木は常緑鉱木で、 樹高は40メートル以上に達する。開花と結実時期は地域により差がある。枝の先端に萌え木色の副創状果樹を多数つける。花は創状果樹と呼ばれる小さな花が棒状で咲く状態になり、開花後に強烈な腐敗臭を放つ。この腐敗臭により樹粉を助ける黒梅花などのハエを引き寄せている。マンゴーの原産地の熱帯地域は、 ミツバチにとって気温が高すぎるため、マンゴーは、重分昆虫としてハエを選んだと考えられている。日本のハウス栽培では、重分を助ける昆虫として、ミツバチをビニールハウス内に飼っている。果実は系統によって、長さ3から25センチ、幅1.5から15センチと、大きさに開きがあり、その形はコーラン系統もまがたま形とも評される。花は、緑色から黄色。 桃紅色などと変異に富むが、果肉は、気代だ色をしていて多重。果皮は強靭でやや熱く、熟すと皮が容易に剥けるようになる。未熟化は、非常に酸味が強いが、完熟すると濃厚な甘みを帯び、松屋に似たと得られる、独特の方向を放つ。マンゴーはウルシオールに似た、マンゴールという接触性皮膚炎、かぶれの原因となる物質が含まれており、 効率にかぶれを引き起こすため注意が必要である。かゆみを伴う湿疹などのかぶれ症状は食べてから数日経って発症、悪化する場合があり、ヘルペスなどと誤診されることもある。熟した身を中心にある種に沿って切り、生のまま食用にするのが一般的だが、ジュースピューレ、缶詰、ドライフルーツなどにも加工される。香港では果肉、またはピューレにゼーラチン。 砂糖、生クリームなど、他の材料を合わせた、マンゴープリンが有名である。その他、ムースケーキシャーベットスムージーグミなどの養成後も、盛んに作られている。また、未熟化を使用け、甘酢漬け茶爪にする。東南アジアでは、未熟化に、唐辛子入りの砂糖汁に漬けて、食したり、炒め物などの料理に使用したりする。栄養面では、特にビタミン A や、 ベータカロテンが多い。地域によっては、パパイヤのように、マンゴーの未熟果実を野菜として、おやつとして食する文化が一般的である。タイとベトナムでは、緑色の未熟果実が、庶民のおやつとして食べられている。これには塩をつけて食べる。ほとんど甘みはなく、未熟な果実の鮮烈な酸味と歯応えを楽しむ。台湾では、小ぶりのマンゴーの未熟果実を、 丸ごとシロップ漬けにしたおやつが食べられている。インドでは、マンゴーの未熟果実を乾燥させ、粉末にしたものは、アムチュール、と呼ばれ、酸味漬けのスパイスとして使用される。ガラムマサラにアムチュールを加えた複合スパイスはと呼ばれ、インド料理では広く使用される。カヒが赤色の品種の総称で、代表的品種は、アーウィン種。日本での栽培の96.5%がこの、 品種である。シャープの副社長だった佐々木忠氏が高校時代に品種改良で作ったとする説が広まっているが、これはリンゴにマンゴーを継ぎ木する研究をしていた話が間違って伝えられたと思われる。実際にはアーウィン種はアメリカフロリダ州において育種選抜されたもの。花碑が緑色の品種。アップルマンゴーより後の時期に出荷される。 アップルマンゴーに比べ、一本の木に多く、実がならず、熟する時期が確認しづらい上に大きくて、買い手が少なく、流通量は少ない。日本で売られるペリカンマンゴーは主にフィリピン産である。正式な品種名はカラバオである。外観は黄色く、他の品種と比べると酸味がやや強い。名前は実が扁平で、ペリカンのくちばしに、 形が似ていることに由来する。インドは世界最大のマンゴー生産国。年間収穫量は約160万トンで世界各国に輸出する。4000年以上前から栽培が始まっており、現在では500以上の品種が栽培されている。マンゴーの王と呼ばれるアルフォンソマンゴーは3月から5月にかけて実り始め7月頃に終わる。甘く特有の香りがある。 雨季の数ヶ月前に数日寒雨が降り、その雨により一気に熟する。この雨をマンゴーレインと呼び、デカン高原では4月中旬から5月初旬に降る。雨季が始まる6月中旬で、アルフォンソマンゴーの季節は終わる。デーブガル産のアルフォンソマンゴーが最高だと言われ、身が大きく、味が濃い。2006年より条件付けで、日本への輸入が解禁された。現在輸入できる品種は、 アルフォンソ種、ケサーダネ、チョーサ種、バンガンパリ種、マリカ種、ランブラ種である。なお、ベンガル地方で古くから、マンゴーの葉の実を食べさせた牛の尿から、黄色顔料オンディアンイエローを製造していたが、牛が飢餓状態になるため動物虐待として1908年に取引が禁止された。日本では、露地栽培により果実を実らせることが難しいため、農家では、 ビニールハウス栽培を採用している。ハウス栽培を行う目的は、高い気温の確保ではなく、マンゴーの開花時期が日本の雨季と重なるため、水に弱いマンゴーの花粉を雨から守ることで受粉をさせ、結実させるためである。日本では植物防疫法によって侵入を警戒する農業大害虫の見栄え類が発生している国、 地域からのマンゴーの生果実の輸入は原則として禁止されている。しかし、輸出国において果実に規制する対象未払類の完全殺虫処理技術等が確立されれば、各国より申請された品種について、日本側、農林水産省が検討し、問題ないとの結論に至ったものは、殺虫処理などの条件を付して、日本への輸入が認可されるようになった。 殺虫処理技術には飽和水蒸気による果実の加熱処理である情熱処理や温水に果実をつける温身酒という工程が用いられることが多い。これら条件付き輸入解禁により、1990年代後半頃から全国のスーパーなどの小売店でフィリピン産などのマンゴー果実が安価で売られ、また菓子などの加工物の原材料としても幅広く用いられるようになり、 一気に代表的な熱帯産果物の一種として日本の社会に浸透した。日本では写真の花切りがマンゴーの切り方として定着している。切り方は中央の平たい種を避け、魚を三枚におろすように包丁を入れ、切った面に菜の目状に切り目を入れる。そして両手で皮を押して果肉を反り返すと花のような形になる。マンゴーはタイ語でマムアンといい。 タイでの旬は4月から7月である。もち米と共に調理したカオニャオマムアンはタイの名物料理である。タイでは60種類以上の品種が栽培されているが、条件付けで日本への輸入が解禁されたのが1987年で、現在日本へ輸入できるマンゴーは、ナムドクマイ種、ナンカンワン種、ピムセンダン種、ラットマハチャヌ種の計5種類のみである。外国産のマンゴーでは、 メキシコ、フィリピンに次いで3番目の輸入量である。日本人には、糖度の高さと、きめ細かな食感が、特徴のナムドクマ米種が最も好まれ、日本に輸入されている、タイ産マンゴーのほとんどを占めている。ナムドクマ米とはタイ語で、花のしずくという意味で、雫状のマンゴーの形が、名前の由来である。台湾語で、ソワヤー語と呼ばれる、語、おさむき。